どうも、ベタです。バーサカーやっていきたいと思います。はい、本日は、12月に引き続き、1月もフレンド貸し出しキャンペーンさせていただこうかなと思っております。一応12月の募集で、20人の方には、貸し出しを12月の末までさせていただきます。まあ、そっから、また1ヶ月間、1月もさせていただこうかなと思っております。まあ、12月ね、20人の枠を、まさかまさか応募が200人ぐらいしていただいたということで、10倍ぐらいの確率だったんですよね。すごい嬉しい反面、申し訳ないなぁ、全員に貸し出し したいんだけどなぁ、と思いつつ、まあ、第2回もやればいいのかなと思いまして、まあ、第2回も今回させていただこうかなと思っております。はい、第1回同様ね、貸し出しの方は、ツイッターの方で管理させていただこうかなと思っております。で、ツイッターやってない方は、ツイッター始めてください。まあ、今からでも遅くはないです。全然、フォロワーがほぼほぼいなくても、それでも自分は選びましたんで、前回ね、結構。なので、ぜひぜひ、始めてください。そして、募集要項としましては、まずは、1個目、フォローしてください。自分をフォローしてください。このキャンペーンが終わったら、フォローを外してもらって構わないです。なので、フォローはしてください。そして、あともう一個。リツイートしてください。自分が、この動画と同時刻に、まあ、募集のものを、書かせていただきます、ツイッターで。まあ、そちらの文章をリツイートしてください。まあ、別にいいねはしなくてもいいです。はい、大丈夫です。あとは、まあ、その2点が、まあ、募集の仕方で、できれば、コメントしてほしいです。コメントをしていただいた人の方が選ばれやすいですね。前回80人から90人ぐらいコメントしてくれたのかな。で、9割以上そのコメントをしてくれた人の方から選んでるんで、まあ、基本的にコメントしていただいた方が当選はしやすいと思います。まあ、どんなことでもいいです。ネタを振ってくれるのでもいいし、まあ、パワサカ自分的にこういう風に楽しんでますとかでもいいですし、まあ、それで大丈夫だと思います。まあ、それを見て自分は基本的に選んでたんで、よろしくお願いいたします。そして、まあ、前回あったことで気をつけていただきたいのは、リツイートしてください。リツイートではなく、引用リツイートされてる方結構いたんですよね。10人、20人ぐらいいて、一応前回は、まあ、その引用リツイートにコメントさせていただいて、履歴が残らないので、リツイートにしてくださいって言わせていただきましたが、ちょっと今回時間がないため、そのコメント対応ができないんですよね。なので、リツイートのみの対応でさせていただきます。まあ、引用リツイートとなるとね、その一覧から見れないんですよ。通知欄をガーって戻して、まあ、1月初めに、1月のまあ、元旦の日にガーって戻って、今の日付まで戻らないといけないんで、正直結構きついんですよ。それをちょっとそこまで管理できないので、できればとかリツイートでお願いします。はい。まあ、リツイートしていただいた方の中から選ばせていただきますので、よろしくお願いいたします。まあ、その他は、ほぼほぼ、12月の時より変わらないかな。期間の貸し出しは、1ヶ月間、1月の間貸し出させていただきます。そして、当選の方には DM で、報告させていただきますので、1月ね、1日、朝起きたら、まあ、年玉確認するのと一緒に、ベタさんの DM 確認してください。もしかしたら、DM が届いているかもしれません。まあ、それで、一応3日以内ぐらいに、まあ、フレンドのコード、送っていただいた人を認証させていただきますという形にさせていただきます。まあ、そんなところですかね。うん。皆さん、ぜひ、募集してく、応募してください。一応、ツイッターの ID としましては、デレガチャ。まあ、こちらにも書いておりますが、概要欄にも載せております。そちらのリンクから飛んでいただきますと、飛べますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。まあ、自分的に、フレンド貸し出しちゃうと、なかなか今、結構きついのが、フレンドさん、自分が借りれないっていう問題が出てきてて、結構きついっす。どうしようかなと。今、ライベのやつ少し作らないといけないのに、まだ1体も作ってないっていう状態なんで、やべえなぁと思いつつ、まあ、フレンド貸し出しキャンペーンをさせていただきます。はい。そして、今回、
まあ、前回はね、マリンちゃんとかをやるよって言ってたんですけども、結局自分、海王山ガチャで大乱舞したじゃないですか。で、一応今は、桜庭くんをリーダーにさせていただいております。まあ、これが一番使われるのかなと思って桜庭くんにしてます。はい。で、1月の間、何がいいですか？まあ、それをコメントしていただいてもいいですね。はい。1月の間は何にしようか今迷っております。正直なところ、まだ海王山高校がメインの高校なんで、海王山高校のキャラでもいいのかなと思ったりもしてますし、うん。まあ、12月同様、せっちゃんとか。まあ、マリンちゃん、せっちゃん、この2つを50にしてる人がなかなか少ないんで、まあ、マリンはまあ、でも、常設キャラなんで、まあ、別にいいのかなと。まあ、せっちゃんは、限定なんで。限定彼女で、脅威の切れ味、唯一持ちなんで、まあ、せっちゃんの方がいいのかなと思ったりもしております。なので、まあ、当選された方、まあ、借りたい時に、DM していただけましたら、一瞬とかになるかもしれないけど、リーダーは変えさせていただきます。まあ、ちょっとね、対応が遅くなる時もあるかもしれませんが、その辺はご了承をお願いいたします。一応 PSR としましてはこんな感じかな。こんな感じです。ちょっとずつしていきますね。で、自分のおすすめとしましては、やっぱりまた海王山高校なのかなと思ったりしてます。まあ、竜宮院高校やるならマリンちゃん。マリンちゃんがやっぱりいいですね。ですが、まあ、あとはさっき言ったせっちゃんや。まあ、でも、スワレスとか、ラクティッチ。まあ、この辺もなかなかいないんでね。うん。言っていただけたらすぐ出します。結構最近ガチャ乱舞しすぎてて、50のキャラが増えてきたんですよね。はい。50が今何体いるんだろう。何体いるんだろう。レベル順。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。17なんですので、85体か。結構いるな。いや、俺頑張ったなぁ。頑張ったとかやりすぎだなぁ。ちょっと課金抑制した方がいいかな。まあこんな感じで、85体の50はいます。それ以外も一応 SR は、ほぼほぼ持ってるのかなぁ。舞島とか持ってないかもしれないけど、うん、ほぼほぼ持ってるはず。はい。貸し出ししてほしいキャラいましたら、言ってください。でも、今ちょっと人気の荒木くん。荒木くんは SR35 ですので、多分自分からは借りない方がいいです。他の方ね。から書いてください。うん。自分より上の方、いっぱいいると思います。荒木の場合は SR45 で得意練習頻度2つきますので、できれば SR45 以上、PSR 以上の方を借りてください。そっちの方が強いです。まあ、あと、今日の動画で上がるか、明日の動画で上がるかどうかわかんないけど、まあ、しげのくんとか、意外と強いです。得意練習頻度4とかね。うん。あとは、まあ、山田村、大戸は俺持ってないのか。あの二人も得意練習頻度4なんですけど、SR しか持ってないです。まあ、その辺も、うん。資源のは確か排出停止なんで、ワンチャン貸し出ししてもいいのかなと思ったりもしております。うん。あと、海王山で使えるって言ったら、まあ、海王山キャラと、回復系か。回復系持ったのは、まあ、日和とか。うん、まあ、でも日和は強心臓確定なんで、まあ、筋徳がちょっと弱いっていうのはありますね。でも回復結構くれるんで、まあ、ありがたいっちゃありがたいですね。あとは、まあ、そんなところかな。はい。まあ、こんな感じで一応今月も募集はさせていただこうかなと思ってます。12月ね、12月に引き続き1月も。一応12月当選された方も1月、もう選ばせていただこうかなと思ってますので、ぜひぜひ応募してください。そしてやっぱパワーソカ会、どんどんね、盛り上げていきたいと思っております。まあやっぱり、まあ一人でゲームするよりみんなでゲームした方が楽しいんで、ツイッターで皆さんと絡んでね。まあその人たちからもフレンドを貸してくれる人がいると思います。まあ貸してくれねえよっていうコメントあったんですけど、多分仲良くなれば全然貸してくれます。はい。ぜひね、ツイッターで交流して、どんどんパワーソカ皆さんで盛り上げていきましょう。はい、本日はこちらまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録
そして自分のツイッターもフォローよろしくお願いいたします。ではね、今から応募開始させていただきますので、ぜひぜひ応募の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。